ないワイドショー。はい、ワイドショー続いてます。続いてますけれどもね、はい、ちょっと読ませていただきます。はい、阿川佐和子さんが、元大学教授の男性と結婚されました。そうニュースでね見ましたけども、63歳と69歳の2人の結婚に祝福の声が上がっていますと、っていうことでね、まあ、おめでたいことはいいね。いや本当、おめでたいんですけれども、はい、まあ、結構ね ご高齢 で、まあ、そうですね、60代同士の結婚ですよね。いやいや、ちょっていうのもね、ちょっとびっくりだったんですけど、これでね、先生にお聞きしたいのは、うん、その人生に与えるあの なんですか、人生ってその結婚っていうのは、うん、その何歳ぐらいまでがチャンスなのかなっていう疑問ですよね。はい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 。それちょっと、はい、橋場さんの切実な質問。いや、そう、個人的にもお聞きしたいですね。僕ももう結婚はしたいと思ってる節なんで。そうなんですか。そりゃそうですよ。まだ諦めてない。諦めてないですよ。いやいやいや、そう、全国にいるね、そのまま、はい、その結婚。そうね、あの、まあ、占い的にはっていうね、もちろん前提付きのお話ですけれども、うん、これってでもね、その例えばお国柄とかでもまた違うんですよ。へ、いや、っていうかさ、その結婚運の見方とかってもちろん占いによっていろいろあるんだけど、はい、何をもって結婚とするのってまた結構定義違ったりするのよ。例えばもうほら、あの事実上一緒に住んでて籍こそ入ってないけど、いわゆる事実婚みたいな状態っていうのはさ、はい、まあ、法律的には多分結婚じゃないわけでね、うん、籍入れてないから、うん、だけど実際生活がもう何から何まで普通の夫婦と何も変わらないよっていう状態になった時って、多分占い的にはもうこれ結婚と同じって見なすんですよ。だから何が結婚なのっていうその定義があるのね。であと例えばですけれども、こう手相を見るときとかでさ、よくこの小指の下のところに出るのが結婚線ですよとか言うわけですよ。よく聞きますね。でここがどうなってるとなんだかんだみたいな話があるじゃないですか。でね、よく考えてみると、その人間がとかその社会が結婚っていうシステムができる前から、多分線はあったはずなんだよ、この線は。なるほどね。そういうのができてからこの線ができたわけじゃないと思うのね。いや見たことないから知らないけどさ、原始人の手はね、はい、でもじゃあその結婚っていう制度が定まる前にこの線は一体何を表してたのかっていうのは、なんか根本的なものがあるはずなんですよ。だからその占いによって、あの何を結婚の象徴と見なすかみたいなのがまずありますと、うん、でまあ、あのそういう面倒くさいことを言うとまたくどくなるんだけれども、はい、要はね、よく恋愛と結婚違うっていうふうに言うんですよ、うん、で恋愛的な相性の良さと結婚的な相性の良さってまた違うよと。でそれは占い離れても、うん、よくほら恋愛って割と勢いでいけちゃったりするよとかさ、はい、でも結婚は現実だからみたいな話ってよくあるわけですよ、ええ、であの占い的にはやっぱりその一緒に住むっていうの結構大きな要因なんですね、うん、だからすれ違い夫婦とかっていうのはちょっと占い的な定義からいくとあんまり完璧なる結婚の姿ではないんですよ。なるほど。で要はね、そのいろんな人間関係の中で一番大きく影響を与えるのが配偶者だっていう考え方があるのね。はいはいはい。だからあのただ気が合うとかなんとかじゃなくて、運気を上げてくれるとか、うん、悪くなるのを防いでくれるっていう人がいつも身近にいると、その人の運が安定するわけですよ、だからあらゆる人間関係の中でおそらく一番大きく影響するのって配偶者なんですよ。まあ、子供の頃は母親っていうのがすごいまた大事だったりするんだけれども、はい、大人になってからは夫とか妻とかね。でその、まあ経済的に共同体であると、お財布一緒っていうのとか、うん、一緒にご飯食べますとか生活も一緒ですとかっていう意味ですごく影響力大きいんですよ。なるほど。だからね、まず与える影響っていうのは現実的に自分のをフォローしてくれる人が一番いいんですよ、うん、で話が合うとか合わないは実は二の次なんですよ。でね、それで若い頃の結婚っていうのは若いうちってまだその勢いで乗り切れるようなところがあるから、あの二次的な今の気が合うとか合わないとかみたいな方が優先される傾向が高いわけ、うん、好きだから結婚しますみたいな感じ、うん、で年取ってくるとちょっと運命的にもパワーがダウンしてくるようになると、あのそういうそのなんだろう、好いた惚れたよりもね、うん、この人といるとなぜだか知らないけど、あの仕事がうまくいくみたいな人と一緒になった方が、うん、自分の運勢が安定するんですよ。よく出てきますよね、その相性の話。そうです、その番組でその時はね、はい、だからあの両方その満たしてはもちろん一番いいに決まってるんだけど、どっちかっていうとあの若い頃は、情緒優先型、うん、で年取ってくると実にあの優先型みたいな形になる傾向があるんですよ。うん、分かるような気がしますね。だから晩婚の場合ってね、もう今更その、まあ、もちろん好きで結婚するんだろうけれども、今更ここでその、ね、好きだ嫌いだなんだかんだよりも、あのお互いのその運を上げ
められる同士っていうのがね、ほっといても本能的にそういう人を好きになる傾向が確かに出てくるんですよね。なるほど。だから好みってやっぱり年齢とともに変わったりするわけですよ。ああ、そうですね。そう、長谷川さん今はどんなタイプが好きですか？いや、僕はもう本当一緒にいて安心できる人ですよね、やっぱり。斉藤由貴さんとか。斉藤由貴とか。斉藤由貴さんね。僕ずっと昔から好きだった。そうそう。ずっとこの番組で好きだ好きだ言ってますからね。そうですよ。さあファンクラブにも入ってましたしね。ねえ。だけどやっぱり若い時ってやっぱ見た目とかも重視するじゃないですか。もちろんもちろんもちろん。そういうなんかでもやっぱり年を重ねてきたらね、やっぱり本当に中身だなって思うようになりますよね、やっぱり。え？俺年取っても外見重視ですよ。いや、いたこんなところに外見重視の人。いや、てめえのことはとりあえず棚に上げといて、とりあえず外見重視ですよ。あ、そうなんですか。当たり前じゃ何言ってんですか。いやいや、若いですね、先生、考え方が。いやいや、そういう問題じゃなくて、年、若いうちから外見重視じゃない人だっているじゃん。ああ、いますいます、まあまあいますね。本質大事みたいなやつ、先生はもう若い時からもう外見なんですね。そうです、はい、その通りでございます。まあまあ、なるほど。いや、いいです、はい、いやだからまあまあそう、だから年齢に関してとは、うん、何歳まで結婚ってくるのっていうのは、うん、時代と社会によって違うけれども、うん、いわゆるその今の運気上げる系の考え方で言ったら、実は死ぬ直前まで結婚 ありきなんですよ。ああ、だから今でも ね、 そのね、結婚年配でもうね、相手が亡くなった方とかも、うん、が行くようなお見合いパーティーというかね、はいはい、そのお互いのっていうのもありますもんね。そうそうそう、それ今の時代のいいことだと思うんですよ、ね、なんか昔はこう配偶者を亡くしてしまったらばその後一人でずっといるのがいいことだみたいなね、うん、変な価値観があったんだけど、確かにそうじゃなくて、やっぱりそれこそ第二の人生じゃないけれども、うん、別に自分はまだ生きてるわけだから、ね、それはもうね、生きてる間は人生を謳歌して全然構わないと。そうですよね。だから高齢者の再婚とかって俺はすごいいいことだなっていうふうに思うんですよね。うん、そうですよね、うん、応援していきたいと思いますよね。そうですよ。でもね、長谷川さん、人の心配する前にまず自分の初婚。まあそうですよね。人の再婚より自分の初婚。募集しておりますので、はい、お待ちしております。お願いします、はい、全国の斉藤由貴さん、お願いいたします。はい、お願いします。はい、また遊んでください。